どうも、ロクロック組のエンタメラボへようこそ。ロクロック組のケメロジと中年駅ごとサクです。注文完了。何注文したんでしょうか。アスハさんとの一泊二日手錠生活ツアーを注文しました。まあいいね。トイレとかどうすんだろうね。あー痛いよ。ということで、君と世界が終わる日にシーズン4エピソード1直後考察動画よっ。ついに君セカ帰ってきました。あーもう帰ってきたね。待ち望んでた本当に。昨日は君セカ祭りと言いますか、22時半からは地上波でね、完全新作スペシャル入門編がありまして、その直後にはね、 Hulu の方でシーズン4エピソード1がね配信になりまして、この感じ久々だなというか。そうだね。なんか響きお帰りっていうね感じであったんですけども、あれ響きでいいのかな、なんかね全然俺らが知ってる響きではね、まあ、なかったんですが、まあ、まずはねその入門編の方なんですが、前情報からもね今までの君セカとは違う感じっていうのはね言っていたけども、まあ、実際もかなりポップな内容でしたね。なんか主人公はほぼ柄本時生さん演じるエースでして、なんかこのエースの成長物語っていうのがね描かれてましたね。まあ、前情報をさ見てない人っていうのはさ、このドラマの時系列がいつなのかっていうのでちょっとね、混乱していましたけども、まあ、これはねシーズン2と3の間の話っていうことでしたね。でもなんか正直それってあんまり関係ないというか、なんか本当に1時間ドラマとしてまとまってね成立してたから、あんまりそこは深く考えなくてもいいのかなっていうところですね。そうだね。どうしてもシーズン4の前にあったからさ、繋がってるかなと思ったけど、全くの別物だったから、そうだよね。でさらに内容的にも君セカのね縦軸をなぞる上で特に新しい情報とかそういうのは一切なかったので、まあ、本当にこれはちょっと君セカに初めてね触れる人が増えればいいなっていうような、なんか多分企画だったのかなっていう感じですかね。ということで、まあ、入門編のね話はここら辺にしまして、まあ、この動画ではシーズン4エピソード1のね気になる点を考察していきたいというふうに思います。で今回のポイントはねこちらになりまして、未来が連れ去られた理由、そしてユートピアでオリタが目にしたものとは、そしてアスハの隠していること、このね3点になりますと、まあ、この3つっていうのはねかなり密接につながっている話なので、ぜひね続けて最後までご視聴いただければというふうに思います。ということで、君と世界が終わる日にシーズン4はですね、毎週日曜日に Hulu で最新話が配信開始になりまして、全5話の配信が予定されています。僕たちはその配信翌日の月曜日に直後考察動画を出していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で、やっていきますけども、まずはですね、前提としてこのシーズン4の時系列っていうのが、シーズン3でね、くるみが亡くなって、未来が何者かに連れ去られてから、20ヶ月後のお話ですよ、ということですね。そして物語の舞台となるのが、ゴーレム参加になる前から収容されていた囚人たちがいるシズラセ刑務所っていう、まあ、刑務所でして、そこにはですね、新山アスハ率いる新山財団グループの面々がそこに、ね、移住してきて、そういった囚人たちと共存しているっていうのがまず状況でありますね。で、まあそれを踏まえた上でね、まず話していきたいのが、響とくるみの子供未来が連れ去られた理由はっていうところですね。これはちょっとねシーズン4というよりも、まあ、前作シーズン3でのね話にはなってきますが、まあ、そんなことがあったからなのか、シーズン4の響はねもう別人のように変わってしまったんですね。みのすけちょっとつ盲信で、響きはさ多分相手が囚人とかよく分かってないけど、とりあえずぶん殴ったりしてたからね、本当に。じゃあね、なぜ未来が連れ去られたのかっていうねところを言いますと、未来にはですねゴーレムの血筋が入っているから連れ去られたっていうことじゃないからっていう感じですかね。なるほど。っていうのも、まあ、未来のね母親は、まあ、小笠原くるみでして、そんなくるみはねゴーレムウイルスに抵抗する100万人に1人の特殊な抵抗遺伝子っていうのを持っているからこそ、例のね首藤教授に目をつけられてゴーレムウイルスを、まあ、体内に入れられたっていうことがありました、からね。でそんなねくるみは結局最後はゴーレム化が進んでいましたが、ということなので、その未来っていうのはね、まあ、実質人間とゴーレムの子供ってなんだよね。そうだね、人類初の。そうなんだよね。ただそんなね特殊な子供が欲しいから、まあ、未来は何者かに連れ去られてしまったっていうふうに考えられて、その連れ去った犯人っていうのがですね、シーズン3の最後で首藤の息子と判明した首藤慎二なのではないかっていうふうに考えられるんですよね。まあそうだね、今まで出てきた人物の中で
考えられるとしたらこいつしかないんじゃないか。まあ、そうなんだよね。なんか当時意外とこの話してなかったけど、なんかシンジあんまり疑ってなかったけども、うん、まあ順当にいけば普通にこれシンジだよね。まあなんかその怪しい部分があったのは彼しかいなかったからね、このカミングアウトみたいなところは。そうだよね。変な液体みたいな、うん、なんかね、その研究所から取った液体みたいなの持ってたから、まあやっぱ首藤の息子っていうのがね、まあね、めちゃくちゃそう一番のあれなんだけども、まあシンジなのかなっていう感じですかね。だからね、シンジはそんなね、未来を使って、人間とゴーレムのハイブリッド体である新人類の研究を進めたのではないでしょうかっていう説ですね。ちょっと怖いことを言ってるね。新人類の新次。新次はなんかちょっとややこしいけども、これちょっと暗示してたんだ。いやー、なるほどね。いや、そういうわけではないだろうけども、新時代のマスターになろうとしてるわけ。新時代のマスター、そうということなのかなっていうことですね。なるほど。で、そこにね、つながるのが次のトピックスであるユートピアでオリタが目にしたものとはっていうとこなんですけども、 それが新人類なのではないかっていうことですね。まあ、そもそもユートピアっていうのは、まあ、食料も豊富にあってゴーレムもいない安全な場所っていうところでして、そこでは文明もね発達していてヘリまで飛んでいるっていうのが、まあ、ユートピアっていうところなんですね。で、そんなね、織田さんをはじめとする新山財団の偵察隊っていうのはそのユートピアを見つけたんだけども、そのね偵察隊は誰も中には入れず、中に入る資格を持ってなかったって言っていたから、そのねユートピアにはまあ、未来ちゃんのようにゴーレムの血筋が入った人じゃないと入れないっていうようなルールがあるんじゃないかなって推測できるよね。そうだね。うん。で、その未来ちゃんっていうのはユートピアにいたっていうふうにね、オリタが言ってたから、なんかあんな小さい子でさ、何か特性があるって考えると、ゴーレムの血筋が入ってるっていうのしか、まあ、今のところは思い浮かばないからね。そうだね。うん。まあ怯えてた理由もさ、うん、恐ろしいものを見たというか、なんかね、そうそうそう、どっちかというとそっちの感じだから、うん、分かんないけど、そのテラフォーマーズみたいな、なんか、いやでもね、ありえると思う、大きく言うとね、テラフォーマーズねみたいなやつ、うん、そう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 、っていうことなんで、まあゴーレムの血筋イコールユートピアに入る資格っていうことなのかなっていうふうに思いますね、うん、だからまあ要はね、シンジっていうのは、まあ、人間とゴーレムのハイブリッドである新人類を作るためにまずミライちゃんを連れ去ったと。で、そのハイブリッド体になれる薬か何かの開発に、まあ、成功したのかな、おそらく。その薬は多分選ばれし者しか打ってもらえないとか、なんかそういうのでどんどんそういったユートピアっていうのはできていったのかなということですね、うん。まあ、でもね、このシンジっていうのがそのユートピアの王様トップではなさそうだぞっていうのが最後のトピックスでして、これがアスハの隠していることにつながるんですが、これアスハはね、ユートピアをもう知っていて、加えてね、新山財団の会長がユートピアのトップなのではっていうことですね。いや、パパとかママとか、まあそうだね、会長っていうとまあなんかちょっとおじさんが想像できるけども、まあそういった実の父、うん、会長がちょっとユートピアを牛耳ってるのかなっていうふうに考えられるよね、うん。っていうのもですね、エピソード1の最後にですね、上空に現れたヘリコプターにプリントされているマークと朝の胸元にね輝くバッジのマークが、まあ、一致していましたから、うん。まあ、そもそもあのヘリをユートピアのものと仮定した上での話なんですけども、アスハはユートピアの存在を、まあ、知っていそうだぞっていうことですね、うん。で、まあ、あのマークっていうのは新山財団のマークでして、ユートピアの王様トップこそがアスハの父である新山財団の会長なんじゃないかっていうふうにつながるわけですね、うんうん。だからアスハもそのユートピアにお父さんである新山財団の会長が関わっているっていうこと自体は知っているんだけども、具体的に何をしているかとかそこまでは知らないのかなっていう感じで、だからそのオリタが帰ってきた時も必死でちょっと情報をね聞こうとしていたから、だから朝はユートピアについて探っているっていうのは別に何だろう、嘘じゃないというか、ユートピアに会長がいるっていうことを知っているっていうぐらいにとどまってるのかなって感じですかね、うん。ちょっと疑問なのは、お父さんから朝は捨てられたんですかね。まあなんかそこが難しいところなんだよね。なんで別個になっちゃったのかなっていうのも疑問だしね、そこの真意がちょっと難しいんだけども、うん。でもこのね、水端淳平さん演じる歌手っていうのはなんか会長とのかつての約束を守りアスハを支えるっていうようなね、はい、ことがあるので、まあ、なんか事情を知ってると思うんだよね。多分会長も何かしらの事情があってユートピアには連れて行かなくて、うん、でなんか歌集にそれをいろいろ託していろいろ整ったら迎えに行くみたいなね、地盤ができるまでは歌集に託してアスハを守らせているみたいなね、ところかも考えられるし、まあ、それこそ今ちょっと新山財団が、まあ、一番トップにいるっていう、はい、のがあるんだけども、うん、まあ利用されてる説もあるよね、金持ってるから。ああ、なるほどね、パパだけ連れて行かれて、うんうん、結局のトップはシンジでみたいな、
とか、まあそういった他の権力者というか政府関係者かもしれないけども、だから娘を守るためにこう引き離してなんとか生き延びてくれと。まあそうだね、なんかそういったね細かいそのユートピア内の組織図っていうのは、まあなんかねどっちが上でとか誰がいてっていうのはちょっと難しいけども、まあ、未来が関わっているなんか新人類計画というか、なんかそういったのはなんかほぼほぼ間違いないのかなっていうふうには思いますかね。新人類っていうのはイメージ的には知能と理性を持ったゴーレムみたいな感じでして、ほぼほぼ見た目はゴーレムなんだけども、なんか、ちょっと喋れるとかなんか理性があってみたいな。絶対嫌なんだけど絶対嫌だよねもうちょっとスタイリッシュかもしれないんだけども、でゴーレムっていうのはそもそももう死んでいるじゃん、生けるしかばない、で死んでいるから、まあなんか不老不死というか、まあね、別に食べ物とかなくても生きていけるみたいな、感じなのかなと。こういう世界になってしまって食糧問題とかあるから、人間だと死んでしまうから、ちょっとゴーレムの見た目になっちゃうけど生き延びたいという、そのためにゴーレムの血を入れてみたいな。だからそんな新人類だけが、まあ、ユートピアにはいて、どんどんなんかそういった文明も発達させていって、なんか新たな世界を構築しようとしているのかなっていうところですね。なんかねやっぱそのぐらいちょっとスケールが大きい話になっていくっていうのが、やっぱ最後にね、いやそうだね、向けてちょっとありえそうな話、だよなって感じですね。ということでね、まあシーズン4はなんか今までのキミセカとはなんかかなりテイストは違いましたけども、なんかスピーディーでね、見応えがあって、今までで俺一番楽しいなって思いましたね。そうだね、まあ響きもあんな状態だし、みんなこうバタバタしてたよね。いやそうだね、どんどん倒されてって、なんか本当に今後どうなるのかっていうのがマジで読めない。シーズン3からね、あのイオリも参戦してきているので、彼女がね今後どういう風に物語に関わっていくかっていうのも、まあかなり注目ではありますからね。はい、ということでね、僕たちは来週もキミセカシーズン4のねリアタイやりますので、ちょっとまだ時間っていうのがね、何時から配信になるのかっていうのがはっきりしてないんで、今日と同じなのか、それともまた違う時間になるのかっていうのはわからないんですが、まあ多分ねどっかしら情報はね出ると思うので、それに沿って生放送のね枠立てたいと思いますので、ぜひぜひたくさん遊びに来ていただけたらなというふうに思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ということで、サク、アスハではなくて、響きと手錠につながれたら、一番したいことは何でしょうか。モンゴル相撲。モンゴル相撲で絶対負けるけど、ね、白くじいいの